車に乗ってんですけど。そうですね。はい。なんだなんだ。いや今日はね。うん。なんと。何？あの親戚にね。うん。会う約束があるんですよね。そうなんです。実はちょっとさ、はい、ドッキリしたいんですよ。え？ポコピーに？ポコピーにというか、まあ、うん、ピーがつくにね。はい。ドッキリで仕掛けようと思いまして。え、何すんの？まあ、今日はねポコピーとまあコラボをね撮影する予定なの で、うん、でポコピー今ね都内のホテルに泊まってるらしいの。あ、そうなの？そうなの。へえ。だからちょっと、はい、あのポポコちゃんには伝えたんだけど、うん、いきなりホテルに迎えに行ってみたみたいな、うん、なるほど。急にヤッホーみたいな。そうなんか、だから、うん、あのポポコちゃんにまあ誘導してもらって、うん、2人がこう歩いてきたら、うん、これまだ開けた状態で、うん、待ったみたいな。あー、なるほどね。いい感じで、ユッフォ乗ってくみたいな。そう、うん、乗ってく、いいね、今空いてるんだけどみたいな感じ、ではピーナッツがどの反応するかっていうことをしたい。あー、おもろそう。はい、でははい、レッツホテル、レッツゴー。はっ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 。さあ、ホテルの下に到着しました。これからポンポコちゃんのピーナッツを待ちます。どういう感じ来るかな。どういう感じ来るんだろう。気づくかな、そもそも。さすがに気づいてほしいっていうか、ここのホテルいいな、なんかめっちゃね、うん、駐車スペースあって。わかる。まだかな、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 まだかな。なんか緊張してきた。え、嘘。はい、というわけで、はい、合流しました。いつもこんな感じですね。遅いね、あなた。いや、しゃあないよ。なんですごい刺激ないの。迷ったらそうだよね、ここが、うん、後ろから来たりして。あ、確かにここじゃない、入り口ここじゃない可能性あるよね。同じホテルで別部屋が多い。そうですね、はい。ああ、同じホテルで別部屋が多いですね。行き場だって。え、行け。ね、笑っちゃダメ。そうね、笑ってもいいよ別に。あ、来んじゃね、来る、あれ、あ、来るな、ここに来るな。本当に。どこだ、どこだ。こうやって開ける、そっち側をこうやって。ちょっとずつね。今日は初の KO プラザというホテルに泊まっておりました。はい、どうでした？いや、古き良き、いい感じのホテルでしたね。古き良きいい感じのホテルでしたね。あれじゃん、絶対。あ、ちょっとあれだ、ちょっと待って、あっち向いてよ。ちょっとこういう感じでやってくわ。え、そうだね、あっち向いてよ。待って、今来てる、どこらへん。今来てんじゃない、あのあっちの方に。知らんけど。あ、いるどう見てる、こっち。あ、見てる。ちょっとあのさ、どっちが見てる。ちょっと開けて行くよ。いや、まあ、よかったよね、あっちやわ。へい、そこの人。なんだそこの人。なんでいいんだ。いや、うわ、乗ってくる。たまたまいるじゃん。やば、たまたま。すごいな。なんか重そうだなと思って荷物結構持ってて。なんかたまたま、そう、なんかね、ここにいるんじゃないかなと思って。そう。もう新車じゃん。そう。すげえ。なんか迎え来たね。マジ。ありがてえ。乗って。乗ってくわ、いいの、ありがとう。すごい偶然やね。小田急に行こうと思ってたよ。新型シエンタ、オメガレイ、行きます。イエーイ。新車。え、ピーナッツくんどうだった？いや、ちょっとすげえ絡み方されたなと思ったよ。変なやつに。ヤンキーだと思ったな。ヤンキーだと思った。え、びっくりした。いや、びっくりしたし、うん、めっちゃ小田急線乗ろうとしてたから。ちょっと完全電車の方向にと思ってたろ。いや、ね、よかった、なんかびっくりした。でも、いや、嬉しいですよ、めちゃくちゃ。ラッキー、マジ、やった、よかった。嬉しいよね。免許取ってさ、3ヶ月ぐらいのさ、人の運転だから。いや、新鮮だな、レイちゃんが運転してんの。いや、でもめっちゃうまいよ。なんかもう慣れてきた感じする。いや、乗り心地超いいよね。超いい。急ブレーキとかないし。嘘、うん、素晴らしいよ。シエンタパワーかもしれないけどさ。それが新車の。あ、そう、シエンタ強いな。シエンタ、いい車だから、本当に、ね、いや、本当、ちょっとすでにちょっとね、いろいろ見せてもらったけどね。欲しくなっちゃった。いや、欲しくなるわ、そりゃ。買えばシエンタ買えば。いや iPhone みたいな。おそろや、おそろ。シエンタフレンドになろうよ。フレンドや、シエンタフレンドになろうか。シエフレ
いいじゃん。いいな。やっぱ駐車が一番感動したな。そう。自動駐車ね。さっきね、コンビニ寄ってね、自動駐車見せつけちゃった。いやー。すごいな。すごいでしょ。マジですごい。めちゃくちゃ甘やかされてんじゃん、シエンタに。だからこの人絶対もうね、駐車ね、下手だよ。やば。もうなんか、免許いらなくなるかもね、この、うん、そうだよね、免許なしで運転できる、ね、そんだけ自動だと、ね、てか久々やね。いや本当にそれ久しぶりだね。本当に久々、久しぶりだっけ。 VR ではあったもんね。そうだ ね、VR であったけど、マイクラもやったし、マイクラもやった。いやでもあったの、でもあったのマジ2年ぶりぐらいじゃない。どうしたの。ピーナッツくんのピーナッツくんのライブの時に、あ、そうだ、そうだ、来てくれたわ。あ、そうだった。3ヶ月前とかな。そう、めっちゃ前や。元気してた。いやもうミュージシャンになっちゃってさ、3ヶ月の間にやばいよね。もう超ミュージシャンじゃ ん、 そんなわけないよ。最初ピーナッツくん見た時、えミュージシャンかよって思ったもん。マジでなんか超スカして見たら、うん、超スカして、超スカしてさ。いやマジでもうちょっと前もっとミュージシャンだったからさ。マジで一回すごい時あったから、からやばい。なんかもう漂ってたよ、そのミュージシャン臭。オーラが、オーラ出ちゃってた。出てる？うん。それいいことじゃん。めっちゃいいことだよ。あ、ありがとうございます。メジャーデビューとか考えてんすか？いや、考えてねえよ。え、考えてないの？なんだ、え、そうなの？いや、もう行っちゃえよ、じゃあ、もう。どこに？行っちゃえよ。メジャーに？行っちゃえよ。行っちゃえよ。適当に言いやがって。やめろ。メジシャンいじり。いじってないよ。本気でやってんだよ。そうだよ、ライブ見に来るから。本気で、そうそう。いや、マジでかっこよかったよ、ライブ、本当に。いや、ありがとうございます。そっからね。そう。そっから話が積もってるんだ。ダンスだ。そう。キッシー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 。プロの声。そうだ。ピーナッツくんがね、つけてくれたんだもんね。あの振り付けね。そうそう。そうなの？うん、そうですね。バレー、バレーしようとか言って。そう。いや、そう、なんか2人が、バレエ経験あんだ。バレエ経験あるって。そうそう、うちらね、バレエ習ってたから昔。嘘だよ。嘘だよ。絶対嘘だよ。知らないよ。本当だから。え、バレエシューズ持ってた？え、持ってた、持ってた。トーシューズ。つま先で立ってるからね、今も。マジか。あの、ピンクっぽい。マジ、今も。今も、今も。じゃあ、足、素足見たら分かるんだ。バレエ出してるから。形がもうね、こう、なんか四角くなっちゃってるから。あ、そう、免許おめでとうだ。やったー。免許おめでとう。やったー。そして新車も、新車本当だね、これありがとう、ありがとう、ありがとう。すごいわ、合ってない間に免許取ってんだから。キャンピングカーもちょっと悩んだんだよね。あ、キャンピングカー分かる。キャンピングカーで1年乗り回したいもん。もうちょっと欲しいよね。欲しい、ちょっと欲しい、ちょっと。え、キャンピングカーあったらもうそこ住めるじゃん。住める、住めるよね。キャンピングカー欲しいな。欲しいよね。買えば、あれじゃん。え、買えば。キャンピングカー駐車が無理だろ。自動駐車ついてればいいね。ないわ。キャンピングカーないな。まず右に行かなくちゃいけないんだ。頑張れ。頑張れ。頑張れ。あ、何？新型シエンタオメガレイ。来ます。言わせてた。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ決めてきたんだな。言いたかったんだな。編集で前に差し込みます。もう一回かっこよく言って。新型シエンタオメガレイ、行きます。よし、よし。え、二人はさ、うん、もう運転さ、結構さ、東京でもしてんの？してるね。たまにしてますね。うん。事故りそうになることある？事故りそうはない。東京で事故りそうはないから、逆に気をつけすぎて。なるほどね。え、でも、コンポコさんに、うん、あの、首都高の、うん、運転を任せたら、うん、本当一生首都高、なんか出られなくて。違う違う、出てんの。出られてないの？分かんない。どうなってるか分かんない。マジで。ずっと永遠と、あっち違うわって言って、もう戻ったり、入ったり出たりで入ったり。そこから降りられない、わらに。それさ、毎回一般の気が絡むってこと？あ、そうそうそう。やば、一般カードをね、滋賀から抜いてこないとダメだから。あ、もう嫌い。してない。じゃあめちゃくちゃかかったってことじゃん。そう。めっちゃお金かかってびっくりしてたら、さっきれいちゃんに、ETC だとめっちゃ安くなることを聞いて。最悪だよ。衝撃だわ。最悪だね。信じらんない。東京の人すごって思った、ね、思った。東京の車の金持ちしかないろって思った。千葉6000円片道やばすぎやろ。わすごい、マジで道間違えないね。うち一生間違えるからさ。ナビ様よ、ナビ様。いや、ナビ見ても間違える。一生間違えて一生出れないよ。そう、帰れないから。最初の方めっちゃ間違えてたよね、私。そう、あ、右や左とか言って、あ、茨城行った時。あ、確かに、ね、初めて乗る時とか怖いよね。ね、マジ怖かったよね。アクセル踏まない。怖くても踏まないとダメなのが怖いよね、高速って。わかる。田舎マジで全員の平均スピードが
だよ、違う、車の速さが違うの。え、めっちゃ速いの田舎って。速い、もうみんなビュンビュン。怖っ。逆になんか東京の方が、その、安全ではある気がする。そう、ずっと前見て、ずっと周りに車いるから、そっか、ついていけばいい。ついていけばいい。そっか、私田舎は小四を走ったら急にシカとか出てくるから、うん、マジか。シカね、キツネの。シカやばー。マジかってなる、あれが一番怖い。ぶつかったら怖っ。ね、そう、怖い。やかすぎる話が。ごめんということでですね、はい、ポンポコチャンネルの方にもこの動画上がってると思うので、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。見てください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね。